はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久しぶりにね、クロトンに挑戦してみたいと思います。一番強いのって、クロトンだよね。強いっていうか、硬いんだよね。あいつの HP って、修正されてないんでしょうか。もうね、発売からだいぶ経ってるんで、修正されててもいいと思うんだけども、おそらく昔のまんまなんでしょ？極弾は1個使うんだけども、行ってみましょう。レベル70のはずなんだけどね。70のはずなんだけども、99の敵よりも強いってどういうことよ？行きます！ちなみに、パーティーはこれですね。B ジバニャンに新式マダンライフルをつけてます。攻撃が妖術系なので、マダンライフルとの相性は抜群だったはず。では、行くぞ！ああ、そうか、最初はね。ゴーゴーゴー！普通のクロトンを倒さなきゃいけなかったんだ。どんな感じですか？ああ、はい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 。全然強いね、全然強いよ。いけてるいけてる。誰に取り付きしたらよかったっけ。まあまあいいや。夏目とかがよかった。いや、あんま覚えてないまあいいや。とりあえずね、ボスを倒せればいいんだ。ボスさえ倒せれば問題ございません。こっち道順すらいまいち覚えてない。ああ、あそこの交差点のとこいるな。行きます。まだ硬いよね。うん。で、あのね、ずっとグレート化の裏技も、ちょっと試してみようと思います。で、ホーミング爆弾が良かったっけ？あ、これだ、ホーミング爆弾が強かった。あぶね。ちょっと待って待って待って。これターゲティングが意外と難しかったんだ。危ない。ちょっと待って、こんだけダメージ。あ、いった。あ、大丈夫。ヒーラーはついてるんでね。大丈夫ですよ。なるほど。思った以上に強いかも。来ました。これ、あれだとね、攻撃ボタンを押しっぱなしでよかったんだ。押しっぱなしの方が強かった。で、この途中で必殺技を挟んで、このディレイ回避とかそういうのができたんだよね。忘れてた。てか硬い、本当に硬い。どんな戦い方だったっけ。なんかあの溶岩になったところをなんかするんだったよね。ああそうだ、ウォッチャーに代わって溶岩になったところを、あぶれ、水に変えるんだ。そう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 。しそうじゃない？やりそうじゃない？お前大丈夫？あ、違う、こいつがお風呂に入りに行ったらだ。そう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 、思い出した。そうだわ、お風呂に入りに行ったら止めに行かなきゃいけないんだ。で、我慢ガタロウさんが来たりすると結構当たりみたいな感じだったよね。ちょっとここで成功させたい。やっぱね、グレート化入れてるとだいぶ違うよね。だいぶ火力が変わってくるので、いけ、あぶねーよ。あー、ミスった、忘れてた、必殺技するの忘れてた。最悪、全然減らせない。本当にオッケー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 。とにかく回復させないように戦えばいいんだ。そうそう、回復させないように、それが重要。あぶねー。そのあこれどうだったっけ。え、ああー、もう最悪。違う、イケメンとかじゃない、やば、回復される。
ちょっと待って、ウォッチャー誰か来て。ケイタ来てる。あ、ガタロウさん来た。早く早く。よし、バカ野郎、回復したけど。回復してる。よし、オッケー、いいぞ。ダメージ与えるよりも、ここはケイタとかにまずなってからしたがいいよね。よし。うん、違う、うん、どうするんだっけこれ。なるほど、まずはボタンを押してね。わかったよ、やり方がわかった。バカ野郎。よし、ここはこうマルチで行ったがいいわ。マルチで、よし、これはうん、役割分担していったら絶対いいじゃん。よっしゃ、行くにゃん。あれ、これはきついぞ。やばい、残り1分40秒。勝てるかこれ。全然削れない、全然よ。これ攻撃に専念しようとするともうダメだもんね。攻撃に専念しようとすると敵が回復しだすんで、これはマジで難しすぎないか。ここ OK、とにかくあと1分間ぐらいなんとか頑張ってダメージ与えよう。 OK、 チャンス取れる。よし、このチャンスでなんとかものにしたいね。 OK、バカ野郎、回復はさせん。よし、見えないって、いけるはず。よし、ここで決める、頼むよ。いけるか。よっしゃ、残り31秒。これはね、ソロでやるべきじゃない。こんな難しかったか。もうね、マルチで3人攻撃に入って1人が、回復を阻止していくような形で戦わないと、これきついわ。はい、ということで今日はクロトン戦ってみました。なかなか厳しかったね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。